シャキーンということでですね、どうもドクター森野でございます。今日はですね、クラッシーハウス浦和上木崎、ちょっと見づらいですかね、あちらのモデルルーム訪問ということで、まずは与野駅、京浜東北線の与野駅の東口からのですね、動線を撮りたいと思います。こちら与野駅の、東口ですね。本当にですね、与野駅の東口を降りていただければですね、物件まではごくごく近いと、まあ、そんな大きな通りではないんですが、十分車はすれ違える距離にあります。もうここですよ、ここ左に曲がってですね、ちょうど突き当たりのマンションの手前にある少し大きめの通りは旧中山道ですね。はい、まあホームページとかで見ていただくよりは外観の色合いはちょっとね、今天気も良くないっていうのもありますけれども、少し暗い印象を持たれる方もいるかもしれません。中からの動線ですね、こちら、オートロックドアになってますね。まあ、ガラス手すり、バルコニーはガラス手すりですから、それほど重厚感がないというかですね、いい意味でですね、コンクリートの塊感っていう感じはしないと思います。今朝なんですけれども、まあ、朝というか昼間ですね、まあ、明かりがついてますが、夜ですね、ここ旧中山道を通るとですね、やっぱ周辺にはエントランスが2層吹き抜けのマンションというのはそうないので、あれここ何かなと思うような、まあ、そういった外観になっています。それではですね、モデルルーム訪問に行ってみたいと思います。イエイ。それではですね、モデルルーム訪問をしてまいりました。先ほどはですね、与野駅の東口を降りて、ちょっと中道の方から物件の方に来たんですけれども、今度はちょっと遠回りになりますけれども、旧中山道を通ってですね、与野駅同じ東口に行ってみたいと思います。物件前ですね、マンションがありますけれども、今日見た感じですね、結構前建ての印象が大きいのかなというふうに感じたんですが、まあ、お部屋によってはですね、意外と抜けるんだという印象を持ちました。まあ、個数もですね、残り今販売している個数も、まあ、そう多くないので、まあ、気になる方がいらっしゃればですね、建物内モデルルームになっていますから、ぜひですね、実際に中をご覧いただいて印象ですね、確かめていただければというふうに思います。この道ですね、まっすぐ行っていただければ大宮駅の東口に通じます。大宮駅ですね、南銀という、ま、飲み屋街がここあるんですけれども、
まあ、そこでですね飲まれる方がいらっしゃれば、飲んだ後でもタクシーでサクッと帰っていただくことができますし、歩いて帰ることも可能です。まあ、ここが与那駅の中字街になりますかね。向こう側に行くと、まあ、産業道路、第一産業道路という通りに向かっていきます。そんなにですね、まあ、洗練された感じは、まあ、正直ないんですけれども、まあ、昔ながらの駅前といった感じでしょうか。ただ駅前には松屋もありますし、ドトールもありますし、日高屋もありますし、パチンコ店にエニタイムフィットネス、こちらもありますから、生活利便性は、まあ、何かちょっと用を足すという意味では特に不便は感じないと思います。まあ、ちょうど向こうに見えるのが、西口の、駅前ですね。まあ、駅前自体は見えませんけれども、周辺のマンションも目にしていただけます。それでは与那駅からのご報告でした。さようなら。